はい、どうも、サラクです。今日はですね、DJI Air 2S のですね、新たなですね、スペックとかが、リークされてきてましたんで、今回ですね、今ね、現行のですね、DJI Mavic Air 2とあと Mavic 2 Pro とのね、スペックをですね、ちょっと簡単ですけどもね、比較していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日はですね、2021年4月12日の月曜日になるんですけども、今日ですね、新たにですね、 DJI Air 2S ですね、DJI Mavic Air 2のですね、後継機種と言われてですね、DJI Air 2S のですね、とうとうですね、フライングで購入された方のですね、動画、リーク動画がね、上がってきました。その中のですね、にもね、あるんですけども、どうやらですね、そこの中に入っている面積事項と安全に関する、ね、ガイドラインに、ね、書かれている簡単なスペック表、そこに、ね、表が書いてあるんですけども、そのスペック表も、ね、リークされました。なので、全ての、ねスペックが、ね、書かれているわけではないので、完全なです、ね、比較というのはできないんですけども、ちょっとです、ね、簡単ですけども、今の現行機の DJI Mavic Air 2とあとです、ねMavic 2 Pro とのです、ね、機体とですね、あと、カメラ仕様、こちらに関してちょっとね、簡単ですけどもね、比較をね、していきたいと思います。ただですね、まだDJI からは正式な、アナウンスがね、出てない状態なので、間違いなくですね、このね、スペック表で、ほぼ間違いなく出てくると思うんですけども、ただね、まだわからないところっていうのもね、やっぱり、あります。もうちょっとですね、他のね、情報を網羅した、スペック表もね、出てきますので、今はあくまでもですね、一部、簡単なね、スペック表しか出てないんですね、そこのところの比較になりますけども、まずはね、それをね、元にね、比較をね、していきたいと思います。で、今回ですね、そこら辺のね、一覧表をね、私の方で、作成しましたので、話してね、いきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、各ドローンのですね、スペック表をね、作りましたんですね、そちらを見ながらですね、話していきたいと思います。まずはですね、機体とバッテリーのところのね、比較になります。で、今ね、3つ並べました。今回ね、出てくるですね、DJI Air 2S ですね。で、今、現行機となっている DJI Mavic Air 2。あとですね、DJI Mavic 2 Pro。こちらのね、3つのね、機種でね、比較をしていきます。はい。まずね、重量なんですけども、今ですね、現行機ですね、が 570g になってます。それに対してですね、今回の、スペック表を見るとですね、DJI Air 2S はですね、595g と、25g ほどですね、重くなっています。Mavic 2 Pro に比べたらですね、全然軽いんですけども、若干ですね、で現行機よりもね、重くなったよね、重量になっています。で、続いてですね、最大飛行時間ですが、今回ですね、31分になっています。これはですね、現行機の34分に比べたらですね、3分減になってますね。原因としてはですね、この DJI Air 2S の方ですね、センサー類がね、増えてるっていうこともあります。ですね、機体をですね、S モードで、多分スポーツモードですね、飛ばすときに、ちょっと斜めになるときにですね、上部についてですね、2つの、ビジョンセンサーがあるんですけども、そういうふうなね、センサー類とかね、増えたっていうこともあってですね、多分こういうふうなね、3分ね、短くなったということになってます。ただですね、このね、31分っていうのは、今のですね、Mavic 2 Pro の31分と変わらないんで、これだけね、問えばね、十分ね、空撮はね、可能かと思っております。で、続いてですね、最大水平飛行速度ですね。こちらに関しましては、今の、DJI Air 2S のですね、面積事項とか安全に関する、ガイドラインの方とかにね、一部ね、スペック表、載ってたりするんですが、ここにはね、書いてなかったので、ハテナです。ただですね、予想ではですね、今の現行機の Mavic Air 2のですね、S モードで秒速19メートル、N モードで秒速12メートル、T モードですね、秒速5メートル、ここら辺のですね、速さにね、出てくるかなと思ってます。はい。で、Mavic 2 Pro の方はですね、ちょっとね、単位が違いますけど、時速72キロというふうになってます。はい。でですね、次はですね、連想距離ですね。こちら、送信機の、スペック情報なんですが、こちらに関しましては、
まあ、現行がですね、まあ、FCC で10キロ、まあ、日本だとですね、まあ、MIC で6キロなんで、まあ、ここはですね、それに比べたらまあ2キロほどですね、伸びてます。8キロですね、日本だと8キロぐらいね、飛ぶようになってます。なので、まあ、現行機のですね、まあ、ビッグエア2とか、あとまあビッグ2プロに比べたらですね、もうちょっとですね、まあ、伝送距離が伸びてるかなということですね。まあ、こちらに関しましてはですね、まあ、まあ、DJI Air 2S もですね、まあ、オキシンクの 3.0 を、ね、採用していると思うんで、まあ、そこら辺も絡みでですね、伝送距離が、ね、伸びているのかなと思ってます。はい、あとですね、最大風圧抵抗ですね。まあ、こちらに関しましては、まあ、今回のね、リークされたスペック表には、ね、書いてなかったんですけども、まあ、だいたいこの、ね、現行機と同じようなですね、29から38キロ、まあ、時速ですね。まあ、そのぐらいの、まあ、風圧抵抗には、ね、耐えられるのかなというような、ね、感じだと思います、はい、でバッテリー容量に関しましてはですね、これは現行機と変わらないですね、3500mAh ですねになってます。で、まあ、Mavic 2の方はですね、それも、ね、若干、ね、大きい、ね、バッテリー容量を、ね、積んでいるって形になります。でですね、バッテリータイプとセルスに関しましては、リチウムポリマーのバッテリーで、酸性ですね。こちらは現行機と、ね、変わらないです。あの Mavic 2 Pro はですね、4セルなんで、まあ、それよりは、ね、1セル分少ないですけどね、まあ、そういうふうなことになってます。はい、ということでですね、まず機体と、ね、バッテリーのところを、ね、比較していきましたけども、まあ、ちょっと若干ですね、最大飛行時間が、ね、3分ほど、ね、短くなったところが、まあ、ちょっと、ね、残念なところかなと思います。ただしですね、まあ、伝送距離の方がですね、2キロほど、ね、伸びているので、そういうところでは、ね、いいのかなと思っています。で重量はまあ現行機の Mavic Air 2よりかはまあ 25g、ね、重くなりましたけども、まあ風にはですね、Mavic Air 2もやっぱ Mavic 2 Pro の方がですね重いので、こちらの方がねやはり安定性は強いんで、まあ、それに比べたらですね、まあ、Mavic Air 2よりのね、台風性能というかですね、まあ、ちょっと風にはね流されやすいのかな、ちょっと軽い分ですね、どうしてもね風にはね流されやすい機体なのかなとは思ってます。ただまあ十分、まあ、595g でもね十分安定してね飛ぶとは思ってます。はい、ということでですね、まずはね、機体とバッテリーのね、比較になりました。で続いてですね、今度はね、カメラのね、比較に行きたいと思います。まずですね、まあ、センサーサイズ、有効画素数ですね、こちらはですね、1インチでですね、20メガピクセルになってます。これはですね、DJI Mavic 2 Pro と同じですね、ものになってます。なので、まあ、現行機のその2分の1、でですね、まあ、有効画素数はですね、まあ、12メガピクセルと48メガピクセルという、まあ、こういうふうなね、こっちの方がね大きかったりしますけども、まあ、あのセンサーサイズ自体はですね、2倍になっているということで、まあ、Mavic 2 Pro 並みのですね、あのまあいいですね、あの映像がね撮れるんじゃないかなと思ってます。はい、で続いてですね、レンズですね、こちらはですね、あの FOV がですね、まあ、84に対して今回まで88度に広いですね。なのでよりですね広角寄りのですねレンズをね、使用しています。こちらですね、まあ、Mavic 2 Pro の場合ですね、まあ、77度なので、まあ、それに比べても全然ですね広角にね撮れるというところ、ここはね結構ねいいところかなと思ってます。でですね、まあ、35mm ね換算値はね 22mm になってますね。はい、で次ですね、ここですね、ちょっと残念なんですけども、どうやらですね絞りはですね F2.8 の固定になっているそうです。できれば、まあ、以前ですね、まあ、他のね動画でも上げたんですけども、あの今回ですねこの DJI Air 2S に乗ってくるですねイメージセンサー、この1インチの20メガピクセルのねイメージセンサーというのがですね、ソニー製の IMX383 っていうですねイメージセンサーが乗ってきて、まあ、こちらですね、まあ競合ですねオーテオロボティクスのエボ2プロと同じですねイメージセンサーがね乗ってくるんで、そう考えればですね、ここの絞り値もですねこっちの Mavic 2 Pro と似たような形ですね、 F2.8 から F11 までのね、絞りがね変えられるようなねものが乗ってくるんじゃないかとね思ったんですけども、まあ、どうやらですねスペック表を見るとですね絞りがね F2.8 の固定のままということですね。ここはちょっとね残念なね点だと思います。ただまああのまあ DJI からねまだ正式な発表はないんで、まあそこのところはねちょっとだけ期待しますけど、まあ、まあほぼねここでね確定なのかなと思ってます。
あと撮影範囲に関しましては、あの現行機とかね、ビッグ2プロがですね、1メーターから無限大に対してですね、もうちょっと寄れる形ですね、はい、0.6 メートルから、無限大まで、こちらはですね、広角のレンズを使ってるっていうこともあるんだと思うんですけども、ある程度こちらのですね、現行機とか、ビッグ2プロよりかですね、もうちょっと寄りのね、撮影がね、することがね、できるものになってます。あと、ISO レンジですね、こちらに関しましては、オートマニュアル、動画はね、分かりますけども、100からね、3200がオートで、100からですね、6400がマニュアルになってます。はい。こちらに関しましてはですね、現行機とか、ビッグ2プロとね、似たようなね、ISO レンジなのかなと思ってます。あとですね、10ビット動画をね、撮る場合は、オートの場合が100から800で、マニュアルの場合がですね、100巻ね、1600ということでね、ISO レンジがね、ちょっとね、狭くなりますから、こういうふうにね、撮ることができます。あと、写真に関しましては、1インチ20メガピクセルのやつを持ってきてるんで、ビッグ2プロとね、同じようなね、ISO レンジでね、撮ることが、ね、できます。はい、続いてですね、静止画なんですが、こちらに関しましては、1インチ20メガピクセルのものを使うということで、基本的にはですね、DJI Mavic 2 Pro とですね、同じようなね、ピクセル数ですね、3単位だったら同じですね、5472×3648 のものがね、撮ることができます。はい。で、最後ですね、動画とフレームレートのとこなんですけども、今回ですね、この DJI Air 2S ですね、これ目玉になりそうなんですけども、これ 5.4K 撮れます。5.4K で最大フレームレートがですね 30fps までね、撮ることができます。これですね、現行機ではですね、ビッグエア2の方ですね、 4K のね 60fps まで撮れるっていうことなんで、今回ですね 5.4K まで撮ることがね、可能です。あと 4K に対しましては、基本同じですね、 60fps まで撮れます。これはですね、ビッグ2プロの 4K の、ね、30fps に比べたらですね、よりですね、2倍のですね、フレームレートで撮ることができる。ここはね、結構ね、いいかなと思ってます。はい。あと残りですね、2.7K とかね、フル HD もね、撮ることができてですね、フル HD もですね、120fps もね、撮ることができます。これはですね、多分現行機に比べて、現行機がですね、240fps なんで、それのちょっとね、半分になるんで、ちょっとそこら辺とかね、スローモーションの時には、こちらのですね、Mavic Air 2の方がですね、より、スローモーション取れると思うんですけど、そこに比べたらですね、120fps ってとこなんで、そこのところはちょっとね、残念な点ではありますけど、私としてはですね、やっぱ 5.4K が取れてるところがね、大きいかなと思ってます。はい。ということでですね、カメラのね、比較になります。こちらに関しましては、やはりですね、1インチ20メガピクセル、ね、採用されたということで、よりですね、Mavic 2 Pro とね、似たようなですね、繊細なね、ですね、映像がね、撮れることがね、期待できます。でですね、あと、レンズがですね、広角レンズを使っているってことですね、よりね、広いところをね、広々とね、撮ることができるっていう、ここもね、結構おいしいかなと思ってます。ただですね、残念な点としてはやはりですね、絞りがですね 2.8 でね固定されてしまっているというところですね。今回ね出てくるね Mavic Air 2S もですね、ND フィルターがフライマーコンバだとね、ついてくるんで、やはりですね、絞りがね固定であるんで、うまくですね ND フィルターを使って、撮影をすればですね、ちょっとですね、絞りが可変できた方がね嬉しかったんですけども、そこそこのねちゃんとしたね動画をね撮ることはね可能だと思ってるんで、本当のねプロの方がやる場合はですね、やはり絞りがねこういう風に振られた方がいいんですけども、ある程度もねセミプロとか、あとはアマチュアとかであればですね、この固定のね 2.8 でもね十分なのかなとは思ってます。はい、ということでですね、カメラのねスペックのね比較となります。ということで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。とりあえずですね、今回ですね、いろいろともう本当に、フライングでね、ゲットされた方の、開封動画とか、あとはねそこに書いてあるですね一部のスペック表とかですね、そういうものがね出てきて、いよいよですね、発売間近かなと思ってます。ですね、今回出てくるね、DJI Air 2S で、動画はですね 5.4K までね、30fps ですけど撮れるっていうのはね、結構ね大きいかなと思ってます。
あとですね、まあ、4K も 60fps もね撮れるということで、まあ、Mavic 2 Pro よりもね、大きなねフレームレートでね撮ることができるというところはね結構ねいいかなと思ってます。ただですね、まだ、完全なまだスペック表は出てないんで、まあそこのとこもねあるんですけども、まあちょっとね今出てるねスペック表を見るとですね、残念ながらちょっと、カメラのね絞りがね F2.8 の固定でねあるみたいというところはちょっとね、残念かなと思ってます。あとまあ当然ですね、ちょっとセンサー類がついてたりするので、元々の現行機のですね、Mavic Air 2よりからですね3分少ないですね31分の、飛行時間というところもね、まあ、ちょっと残念ではあるんですけども、それはねそこまでね、まあ、影響ない、私の中では影響ないかなと思ってます。はい、ということで多分ねこれから本格的に、ね、いよいよね、出てくると思うんですけども、ちょっとね、楽しみにね、待ってみたいと思います。またですね、詳細のですね、スペックが出てきたらまたねそういう風なね比較をねの動画をね、作成したいと思ってます。はい、今日のところはね、以上となります。もしね、この動画がよろしければね、高評価ボタンをね押していただけるとねありがたいです。あとですね、このチャンネルではドローンの空撮とか、あとドローンのノウハウ系のこともやってますので、もしね、興味のある方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではね、今日は以上といたします。以上、サークルでした。さよなら。バイバイ。